ॐ सहना भवतु, सहनो हुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु मा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम् असतो मा सर्वमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्वामृतं गमय, आहिराभिर्मयेहि रुद्राय ते लक्ष्मणमुखां तेन मां पाहि नित्यम्। कमिसमा ये जिस जाई करा, जिस जाई ये निचि भी की बजाय सुन, शी करा, मुची न कुराया नहीं करा, चिश की नहीं करिए, निचि भी की बजाय सुन, शी करा, उसी ये निचि भी की बजाय सुन, वारे वारे नो नाकानी वो हाई रिक जैसा वो हाई रिक जैसा अनाथना यशस्वी काव्य दे अनाथना यशस्वी काव्य वारे वारे वो वारे वारे मामूत्ते के जैसा मामूत्ते के जैसा ओम शांति 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 हरि ओम। ओम शांति 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 हरि ओम।皆さんおはようございます。リオ出てないリオ。 He has entered but oh is that video is off now now I was taking a shower. Okay. So, Maino, Hanashua Suzukete Mas, Soreva Nikutai Tekina Toposia, Listene, Kugio.シャリリック、トポッシャ。だそれについて我々はいろいろ話しましたね。例えば一つは尊敬する、礼拝する、とデーバ、ドゥイジャ、グルー、プラッギャですね。それを礼拝する。それ、ディージャーについて我々はウパナヤのセリマニー、儀式のことを言いましたね。一つポイントはちょっと私は忘れた。それがウパナヤのその儀式の時と、いろいろ違いあります。ね。で、違いのことありますね。その、ディージャー。一つは面白い。お昼はお昼寝しない。お昼寝しない。
ディバーマーソプシー、そういろいろありますね。あそれからもう一つは、その時ガヤトリマントラを教えています。ガヤトリ。オーム・ブルフは、サータ・ツヴィトゥール・バレニアム、サルゴ・ディヴァッシャ・ディマヒ、ディオヨナ・プラチョーダイ。それ少なくとも2回、朝と夕方、サンギャ、ね、この毎日、毎日。それで、サンギャが必要です。その儀式を行う。その時、ガヤトリマントラを唱える必要です。オーム・ブルフは、そうと少なくとも108回。ね、皆さん知ってます、ガヤトリマントラ。それがもう一つ大事です。ウパナヤの時。それ一つ、もう一つは、それの肉体的ないろいろやり方、尊敬について、タプスヤの関係何あります。例えば、ディーバー、ディジョー、グルー、プラギア、プンジョナ、礼拝。タプスヤの何が関係あります。なぜなら、そうするために、ちょっと体のレベルでしないといけないですね。もし礼拝します。例えば、ディジョー、例えば、グルー。グルーさっき言いました。グルーは、これお母さん、お父さん、学校の先生、スピリチュアルティーチャー、霊的なこれ、先生みんな合わせてそのグルーに、ね、お世話する。例えばグルー、もし外から入りますと、で例えばお水をあげる。例えば足を洗うのために水をあげる。よければ、自分もそう。グルーの足を洗った方がとてもいい。で、それのために体動かないといけないですね。心で神様を礼拝していいですけれども、その種類お世話は心でできないです。それのためにタポシア。ね、ちょっと、ね、これ、いろいろしないといけない。トモス的になりますと、そのシリプージョナムができないですね。トモス的になったり、怠け者になりますとできないですから、それの関係でタポスチャーあります。もう一つ何ですか？そのシリタポスチャー、デーバー、ディジョー、グルー、プラッギャン、カシコ人、悟った人の礼拝のもう一つ結果は何ですか？もし皆さんそれで喜びますと、ね、でそれの恩寵をあげる、恩寵を与える、ね、それ駆動者のためにそれが大事です。わかりますね。その方から恵みをいただきます。恩寵は出ます。それもタポスヤの一つ結果です。ね、みんなタポスヤの結果はそうですね。例えば、ある神を喜ばせますと、その神の恩寵でいろいろできます。もちろん、この、そういうタポシアの目的は、世俗的なものを、の願いを、に満足するためではないですね。悟りのために。悟りのために、皆さんの神様だけではなく、ティーチャー、先生、お母さん、お父さんのも恵みも必要です。blessings、ね。その関係。で、次、皆さん、17章を見てますね。17章の、バグバッドギターの17章、14、ね。それを我々は説明してますね。わかります、皆さん。そして、一つは、ディーバー、ディジョー、グルー、プラギャン、プージョナム。その後は、ショウチャム、ありますね。ショウチャム、アーチャバム。リオ、ちょっと翻訳読んでください。What should I be? ディーバー、ディジョー、それ読んでください。翻訳。神々をはじめ。But here is written a 長女の人。あ、じゃあ、OK、はい、それで、セッション。頂上の人や、同士や、
賢者を礼拝し、平潔、正直、節制。正直ですね。正直は正直。No, no. 清潔。正直なんですか Honest. Straightforward. そうですか普通の部屋を正直します。それが別の漢字ですか Yes. Yes. That's so, three 漢字。正直をかける。あ、じゃあそれで、で前何言いました正直何清潔。清潔ね。清潔。と清潔は、本当は英語で言いますと cleanliness ねと清潔と清潔は正直 cleanliness とさっきオニバルモハいつも準備してますからオニバルモハ知ってますで今日のテーマは正直でその清潔の日本のスタンダードがとても高いですね。そして三味寺も褒めてました。世界の一番国の中に日本のスタンダードは一番。ですから私の清潔のスタンダードがそれぐらい高いではない。まあまあ。オニマルも結構高いですから、オニマルも言ってました、モハラジ。その話、私が話したらどうでしょうか皆さん OK だったらでのオニマルマコチいますとどうですかえ来てください。来てください。で、座ってください。え話しません。できません。話しません。できません。しょうがないですから、私は話します。私は自分のスタンダードがまあまあですけれども。で、So then you don't, later on don't make an allegation that you did not allow me to speak. とにかく、ね、正直が清潔、cleanliness, it's a beautiful, there's a 言葉が英語であります。cleanliness is Next to godliness. 聞いたことありますか？その言葉さ。Cleanliness is next to godliness. その翻訳はどちら何が方がいい？例えば、godliness 例えば何ですか？霊的になる。と霊的になる一番いい。それの次は cleanliness、ね、清潔そしてとても大事のことですとあれ普通の、ね、清潔は正直 cleanliness イメージなんですか皆さんの例えば汚いものの反対、ね、そのイメージ考えてください最初は例えば体も汚いそれから服も汚いベッドも汚い部屋も汚い寝る部屋トイレキッチン食堂で周りのいろいろ汚い。それの反対が clean です。きれい。ね。で、それのために最近結構楽になりました。いろいろ。マシン、道具できましたから、昔の主婦のとても大変でした。その種類、年取った主婦こっちいない。ですけれども、昔の前道具なかったでしょ。掃除機といろいろ。洗濯のマシーン今結構楽になりましたでそれを皆さん知ってます使ってます正直とそれから洗濯のマシーンいろいろ使ってますいろいろマシーンになりますねそれだけではなく俺子供の時全然見たことなかったです
コルカタもそんなにこれ昔人気ではなかったです。You see, cleaning machine, then with that 掃除機 all this vacuum cleaning、うん、昔なかった。最近インドでも結構人気になってますね。と一つはお金持ちの基準ありますね、日本で。その中に一つは何でしょう、洗濯メシンがある。それが一つ、お金持ちの一つのこれが基準ですね。はい、洗濯マシンもあります。あ、大体、この頃、アッシュンでも洗濯。最近ね。ベルマルテン。そうですね。で、それを皆さん、とてもそれについて気づきあります。頑張ってやりますね。でそれ、体の関係で皆さんすぐ分かります。そのためにいろいろケミカル。昔そんなにケミカル、いろいろリキュイドね、こうなかったですね。そして本当はクリーンが大変でした、昔。で今は結構時間もそんなにかからない。もうやり方も簡単。もちろんお金かかります。あ、それのために全てはあまりケミカルですから、皮膚のために良くない。それもあります。それのためにまたオーガニック出てます。いろいろオルタナティブ出てますね。ですけど、皆さん、大事なことは皆さんそう感じでクリーニングですね。例えば、服、体、部屋、ね。周りの場所全部クリーン。それで皆さん結構知ってますね。だけではなく日本ちょっと特別。これある日どこにちょっと場所を覚えてない。サハダ先生のヨガのグループありますね。これ清京都。それの2つグループ今みんな分けてます。一つグループの方は、八田先生。その八田先生、私に、招待しました。これ、名古屋からちょっと別の場所に、電車で行って、その周囲場所。今ちょっと覚えてね。その場所、ちょっとホテルみたいですね。で向こうでトイレの中に神様の像がありました。ね、トイレの神で。トイレの神、他の国にあるかな、私はかもしれない。ほとんどないと思います。日本はそれが特別。ね、これ、God of Toilet。Have you heard any time? No. So I must say, no, I have never heard the God of toilet. But 本当ありました。そう。なぜならとても大事ですね。それ、本当にいいことと思います。ですね。インドで、皆さんちょっと気にしないで。それ、これ、立ち小便聞いたことありますね。皆さん、立ち小便。と日本も昔ありましたから、なかったらその言葉も出なかったわけです。もちろん、立ち小便、立ち食い、いろいろありますですね。今、最近見えない。でインドでも、日本ではそんなにきれいある、あちこちトイレもないですから、これ、ちょっと見えます、あちこち。ですから、その近くに住んでる人はこれ、ダメですから、そのあまり好きではない皆さん、その場所を立ち小便の分使う。どのようにストップします?時々文章書いてある。こっちはこれ立ち小便をしない。ですが結果出ない。ね、そしてその関係で神様の写真、向こうでペストします。神様の写真。でこの神様の写真ありますと皆さんちょっと恥ずかしいですから、やめます。ということは面白いことですけれども。Here sometimes for dogs it is written.The dog should not. Anyway, but some gods and goddesses picture something. I have not seen. Yes. No, well, in Japan? No, India. India, yes. To yes, stop.
その止めるために神様の写真、ゴネーショーでいろいろ考えね、それでペストしますね。で、皆さんストップします。でそして、で皆さんその感じで、例えば、これいろいろクリーニングのためにいろいろやり方、毎日毎日やってますね。どうしてこれが必要です？一つは、自分の体のためにいいです。もし汚くなりますと、病気の可能性ありますね。そして、皆さん、その種類、清潔のいろいろやり方、とてもいいと思います。一つですね。体のために大事、健康のために大事。いろいろ病気の一つ、原因が時々それです。もし汚くなります、汚い食べ物を食べます。それ結構、例えば皆さん、mad cow disease といろいろ肉、ね、腐った肉といろいろ食べて、それでフードについて、食べ物についてそれがあります。体についてもそれも汚くなりますと病気。もう一つ何ですか？クリーニングしますね。本当きれい。体と服、周りすべて、もし本当はきれいだったら、それの気持ちも良くなります。それ気持ちの関係もあります。で気持ち、どなたのレベルのものですか？心のレベルではないですか？そう、その関係で心の関係もあります。クリーンリネス。汚いものだったら気持ち悪くなりませんか？皆さんの。気持ちが悪くなります。きれいだったら気持ちが良くなります。clean dress, clean toilet, clean bed ね。そして気持ちの関係あります。日本人大抵きれいです。そして気持ちの問題だったら、本当神様のその状態になりますと、神様のことを不調子で考えはできないです。例えば、瞑想の場所、本当汚くなりますね。瞑想の場所もし汚いだったら気持ちも悪くなります。でその時神様のことをね、主張して考えるが難しくなります。そして cleanliness is next to godliness. cleanliness lead to godliness. It help. Not これだけではなく、でそれは結構がそれが必要ですね。きれいする、清潔する、洗濯する、そのためにも、駆動者のためにそれが大事です。普通の人はそこまで考えてない。考えません。そして、インパクト on mind。そのインパクト、心の中にもあります。で今、もちろん大事、それ言ってます。そのこと。そして、バガヴァッド・ギーターの中に、ショウチャン。だどうしてタポシアですか？正直も皆さん分かりますけれども、苦行に何が関係あります？苦行。なぜならまた同じ怠け者になります。Why we remain dirty? なぜなら、一つ大きな原因は、これ、If we become lazy、ね、もし怠け者になりますと、then we become dirty。これ一つ原因です。で、それのためにまたいろいろやらないといけないですね。肉体的のレベルでいろいろしないと正直できない。ね、いろいろ選択のあといろいろやり方、それもできない。と毎日毎日いろいろクリーンしないといけない。トイレ、ね、そのために肉体のレベルでいろいろやらないといけないじゃないですか。三田村さん、え？それでしょ？それ肉体レベルで動かないといけない。それがないですか、うん、はい。それの関係で苦行です。タポッシャ。タポッシャですね、その感じで。皆さんそこまで考えなくても、どうしてバガヴァッド・ギーターの中に突然洗濯、掃除機のどうして関係ありますか？でそれが一つです。そうしますと、タポッシャです。ですけれども、そこまでいいです、ね。
タマスが良くないんです。で、そのためにラジャスが必要です。で、象徴の中、象徴になりますと、みんな清潔、実践できたら、ラジャスとサッと、ね、それの二つ性質の関係あります。で、ラジャス的になるとなったら、次はサッと的になる。ですから、問題は何ですか？それもそこまでいい、肯定的。今ちょっと否定的なことを考えた方がいいではないですか。なぜなら、それについてちょっと気をつけるのことはあります。何が気をつける？英語でまた英語で一つ言葉出てます。クリーニングマニア。聞いたことありますか？クリーニングマニア。え？あります？クリーニングマニア。その種類人は何ですか？問題は何ですか？神経質の問題、気にしすぎの問題、気にしすぎ、で気にしすぎ、もちろんいろいろ選択といういいですけれども、気にしすぎが良くない。皆さん。あれはそんなに例がいらないと思います。皆さん分かりますね。本当は綺麗ですけれども、いつも疑い、多分綺麗ではない。もう一回、これ選択しましょう。で、それの一つの問題は、本当は綺麗になる。例えばいいですけれども、too much。さっきのね、気にしすぎ、選択すぎで、その言葉使うことできますか？選択すぎ、正直すぎ、惜しい。で、それについて、その問題の可能性はあります。Too much sensitive、敏感すぎ、気にしすぎ、同じことです。本当はいらない。ですけれども、心でいつもそれについて疑いあります。混乱なります。で、それの結果は何でしょうか？時間もったいない。あ、服何回も洗濯します。服の健康のために良くないですね。え？服の健康。服の健康。服の健康のために良くないです。何回もしますとあまり、すぐダメになるの可能性ありますが、何回も毎日洗濯します。どうですか？みんな主婦とばっかりですから。そして、それのリミットあります。限度。どこまで。そして、バゴバギタの中に、適度のことありませんか？何回も。適度。ユクタマン、パマバッギター、それはありますね。ユクタハラ、ビハラスヤ、とても大事な一つ説ありますね。ユクタチェスタスヤ、カルマス、ユクタサプナ、バボダスヤ、ヨーゴ、バボティ、ドッカハ、食事について、ね、睡眠について、仕事について、ね、それから、快楽について、みんなやり方について、ね、みんなやり方について同じ、適度。そう、クリーニングについて、象徴について同じこと、クリーニングについて同じこと必要です。そうしないと、クリーニングマニア、何が例、ホリマダルの、障害の中にあります。ホリーマザーの、ね、これニス。ホリーマザーの弟の娘。名前がノリニディディ。ディディがお姉さん。ノリニお姉さん。で、その話あります。ノリニディディはその知り方でした。ね、気にしすぎの方。ね、選択について。で、例えば何ですか？いつも、ノリニディの考え、そのものを、汚いものを
もし触りますと、これ、沐浴しないといけない。でも毎日何回も沐浴しますと、また別途、風邪ひてになる可能性ありますでしょ。ね、キャッチコールだけでも時間ももったいない、ね、水ももったいない。でそれのためにいつもノリニディディの考えはそれを断ちしますと汚くなりますから沐浴します。それを断ちしますとそれ沐浴しないといけない。ある時ノリニディディ言ってました。これピシマね、ピシマは おばあさん、ね、おひまでのおばあさん、私はちょっと外に出ました。あるガラスはおしっこしました。ガラス。と、ホリマダいました。びっくりしました。私は結構年取ってますけれども、ガラスはガラスのしおしっこのこと聞いたことないです。ね、ガラスはおしっこする?何が?おしっこする?私は聞いたことないです。と後で、ゴルゴ、ソフィアの息子は、今皆知ってる、多分知ってる。これ、そのことを話を聞いて、で、ホリマダルのそのことを聞いたことない、それ確認しました。ね、どうしてホリマダルそのこと言ってました?で、確認して、見つけました。パリクロ、urinating is biologically impossible. biologically impossible なんですか、リオ?まあ、生理学的に不可能です。それが、biologically a crow cannot pass urine. I think they do both one and two together, Maharaj. Together. But there's no special. No, not just urinating. ないです。No.そして、ホリーマダルは、で、そして、ノリで今は、沐浴しないといけないんです。と、ホリーマダル、それ、その種類、いろいろ一つ例、私が言いましたですね。で、それの関係で、その種類、マニア。例えば、ある、福音の中に、そのこともありました。ある人、ガンジス川に沐浴するとき、何回も、ね、沐浴して、頭、水の中に入れても他の人に確認したかった。本当私の髪は濡れた濡れてない、現実側のあれね、私何が、ホエナーズない、ホエナーズ、taking bath dipping 水の中に くぐったりしてた。くぐったり潜るとき、本当は潜りましたか?そのとき、目を閉じてしましたから、自分も見えないですね。他の周りの皆さんから確認したかった。そうしないと、ちょっと心を、ね、ちょっと疑い。で、それがいいですね。敏感すぎです。ね、さっき言いましたね。気にしすぎ。そう、これは、クリーニングマニアです。で、それを皆さん、それを気をつけないといけない。ね、限度。いいですけれども、それのも限度あります。と、もう一つは、これ、パトンジェリは、その関係でもう一つ言いました。一生懸命クリーニングしますと、ね、識別しながら、これが大事なポイント。識別しながらクリーニングします。例えば自分の体をきれいにする。識別しながらそれを自分の体、今体だけフォーカスしてくださいね。自分の体は、ね、お風呂に入る、ソープで入れる、クリーニングする。もししますと識別しながら、それの結果で何でしょうか?それ、パトンジェリ要素のチャプター2、認証の40章、40節ですね。
2章の40節。あけみさん、もらいました？はい。あ、じゃあ、OK。いただきました。それから、ヨガダッシャン、パタンジェリヨガダッシャンのもう一回言います。2章の40節の中に何があります？ショウチャースワンガジュグプサパロイラサパロイラサンサラガハショウチャースワンガジュグプサパロイラサンサラガハ。今分けます。ショウチャースサアンガジュグプサパロイラサンサラガハ。何が結果出ます？一生懸命毎日毎日毎日自分の体をね、きれいしたい、してますね。で、それの結果で識別して、そのことを、もしそのことやり方ありますと、それの結果で、ね、それが出ます。今、あけみさん、翻訳読んでください。はい。187ページです。内と外の清らかさが確立すると、自分の肉体への嫌悪が生じ、他者との接触もなくなる。うん。そこまで皆さん聞いたことありますか？え？聞いたことある？それの結果で、それぐらい、それぐらい一つ、もう一つの。ね。これは、霊的な駆動者のためにそれは大事ではないですか。普通の人の構いません。これ、スピリチュアルパーソン、二つそういうことがあります。一つ、自分の体に執着、自分の体に執着なくなります。他の人の体に執着もなくなります。何が関係あります？それのために最後に聞きますが、もし識別しますとそのことわかります。皆さん、とても大事なポイントです。どうして突然持ち先なさん、cleanliness is next to godliness、とてもいい気持ち、全部いいです。体のためにいいですけれども、駆動者のために、なんで駆動者いつも識別しますでしょ？ね、識別のワクチン、そのこと言ってますね。ね、みんな、駆動者はね、これいつも体の中にね、識別のワクチン、働いてますから。ね、ワクチン。ワクチネーションのディスクリミネーション。でそれをもちろん、ファイザー、モダルナ、その人会社はしないんですね。個人的でしないといけないんですね。ね、三田村さん、どうでしょうか？識別のワクチン。ね。いいアイディアです。そうですね。で、その識別、それで識別しながら、ちょっと見てください。それを、これ、考えてください。何が結果出ます？これのついて、どうしてできますか？その種類結果、自分と他の人の体について、無執着がある、何が関係あります？これ、我々の体の中に、We have nine holes。9が9、これ穴あります。何が6つ、4つ、あ、いや、あ、9つの穴。ナインゲイツ、モン。モン。ゲイト、ナバッドアリナ。ナナ、ナバッドアリナ。日本語、6つ、8つ、それから9つ。9つ。9つ穴あります。皆さん、気づいていますか？穴のね。ホール。ナバッドアリ、プレイデイヒ。バガギザの中にあります。ナバッドアリ。Those are seven gates. Or maybe some hole.9 gates or 9 holes。 とその9 holes、 それの中に7 holes、 7が 7つ、
七つほどが顔の中にあります。顔。どのように？え？これ説明できますか？リカさん、リカさん、七つほど穴、顔の中にあります。何が？アンミュートしてください。目。目、目どれぐらい？目どれ？二つ。二つです。それから数えてください、皆さん。それから口。鼻、鼻。鼻。二つ。二つ。それから四。口。口。それから五。耳。どれ？二つ。で、七。七でしょ？で、舌。体の舌の。耳？おいと、耳、耳です。目、耳？おいと、ブレスは。そして、目、耳、鼻、口、うん、で、セブン、うん、もう二つ説明いらない。体の下にあります。あります、ね、うん、でそれから全部その穴から何のもの出てますか？きれいもの出てますか？汚いもの出てますか？え、皆さんよくわかりますでしょ、うん、何の種類もので出てます、その穴から。汚い。汚いものです。そして朝起きて自分の体の状態を考えてください。朝起きてとっても汚いです。それではないですか？いっぱいね、掃除しないといけないです。洗うといろいろ、トリッブラッシング、ね、これね、例えば水で洗う、いろいろしないと普通のサラリーマン仕事のために出ない。主婦もマーケティングのために出ないですね。でそれのためにいろいろきれいします。でまたしてまた外に出ます。外から戻ってまたどうでしょうか、状態。外に行く前にもちろんいろいろきれい、服でいろいろ何が顔といろいろね、きれいするといろいろありますが、戻ってまた状態どうですか？汚くなりませんか？考えてください。毎日毎日何回もしないといけないんです。それって疲れて、皆さん疲れてないですか？え、大変ではないですか？全然皆さん考えないですね。え、毎日毎日どれぐらいいろいろしないと本当は自分の体はきれい、そのイメージが出ないです。そして皆さんの先ほど識別してもししますと、あれまあ何ですか、体は汚いもののスクールの構造みたいです。どうでしょうか？いろいろモノスクールの構造ありますね。と体汚いものね、汚いもの作るの構造です。The body is a manufacturing of dirty things. その結論です。どうぞ皆さん反対しますか？私のこと。反対します？え？きれいもの出てますか？で、それの結果で最終的にとっても、で、自分のあれ、その種類、体に。ですけれども、普通はとても愛してませんか？自分の体。普通の考えどうですか？そんなにいっぱい大変やり方ありますけど、気にしないで、とっても self-love. We love our body so much. Because we have no discrimination. 識別しないですから、とってもとっても体について我々は執着はばっかりです。いっぱいです。So I show you new perspective. 新しい見方です。これは本当にクリーン、ね、体のクリーンの反対ではないです。ポイントは執着。絶対もちろん我々きれいしないといけないんです。ですけども、ポイントは執着です。アタッチメント。
あ、その自分の体にもし我々は執着になりますと、他の人について同じではないですか。私の体だけ汚いの構造、あるいは汚いものの構造、他の人のきれいも、ものの構造ではないでしょ。他の人の体も一緒です。皆さんの体を汚いものの構造です。Manufacturing of all dirty things。 そして自分の体に無執着になります。他の人の体に無執着になります。それの結果でもしそれを理解しますと、体意識はなくなります。それがポイントです。我々の目的何ですか。魂意識です。魂意識どうしてできてない。体意識とても強いですから。今体に執着いっぱいありますから。他の人にも自分だけで他の人の体のために執着はありますから。そしてパトンジェリヨガスッと考えて、どれぐらい深いね、観察してその結論にしますか、ね、深く観察して、ディープオブザルフィションで、駆動者のためにで、これが考えは出ます。ショウチャー、ソオンゴジュグプサ、ジュグプサは嫌いですね。disliking、アバーション。ね、アバーションですね。で嫌い。自分の体に、自分の体も嫌い。他の人の体も嫌い。アバーション。それで終わりではない。そこまでしますと、ね、ネガティブになります。否定的。もうちょっと考えて、何を考えて、そうしますと、でそれの結果で、次は、目的は我々魂意識ですから。ね。魂意識ですから、それでその時、これ実践する。ね、魂意識の実践する。魂に集中する。で、魂意識はできない。もし体意識は結構高いだったら、魂意識はできないですね。矛盾ではないですか。体意識と魂意識。そして体意識もいっぱい。で、魂意識も欲しい。その状態、できないですね。で、それのために、クリーニングいいですけれども、クリーニングも必要ですけれども、そのことも覚えないといけない。で、その体は本当はきれいものではないんです。あれもちろん一時的です。そのこともあります。ね。で、それを一つとても大事なポイントです。もう一つ何ですか？もう一つ何ですか？体のレベルで、ね、体のこれ、清潔のことを考えますと、我々別のレベルの清潔のことを忘れてます、ね、我々の人格にいろいろレベルありませんか。フィジカルレベル、センスレベル、メンタルレベル、で知性のレベル、フィジカル、レベルオブセンセス、レベルオブマインド、レベルオブブッディ。と我々今一つレベルの清潔のことを考えてます。他のレベルの清潔のことを考えていない、考えてません。もう一つの問題です。例えば、感覚のレベルのことを考えてください。感覚のレベルの清潔のことを我々イメージ、普通ありますか？ないです。ですけれども、絶対それ必要です。なぜなら我々本当は
駆動者のために何が大事です？純粋になる、ね、で純粋になるのために体のレベルの純粋になるは大事ですけれども、もっと大事は感覚のレベルにこれ純粋になる、心のレベルで純粋になる、知性のレベルで純粋になるがもっともっと大事です。例えば皆さんすぐ分かります。大事なね、プロビジョン。例えば会話の感覚ありますね。会話の感覚、もし私は我々は別の人について悪いことを使います、別の人に悪いことを使います、怒って、でその時我々の会話の感覚は汚くなります。スワミ・ランゴナタナンダジ、ラムキシナミッションのこれ大統領長ですね。これ院長です。これ、シュワミ・ランゴナタンジ、日本にも来ました。我々、ベダント教会の一番最初は、マハラジのインスピレーションでできました。ランゴナタンジは1958年に日本に来て、話しました、みんな。インド人と日本人の前、その時みんなモハラジがインスピレーション、まずインスピレーションで、ベダント教会が、ね、始めましたですね。そのモハラジの自分のこと、子供のことを言ってました。で、とても子供の時、モハラジは、ロンガナタノンジは、ある友達についてちょっと、とても悪い言葉を使いました。悪い言葉。bad words。そしてお母さんに言いました。ほら、覚えてください。この会話の場所、サラスワティの場所です。弁天様の場所です。そして絶対それをきれいし、その場所をきれいしないといけないんです。もしあなたは悪い言葉を使いますと、弁天様の住んでる場所は汚くなります。気をつけてください。覚えてください。どれぐらいお母さんのその種類ね、コメントは、モハレが最後まで覚えてました。そして私言ってます。感覚の場所もきれいに。にならないといけないです。で、もう一つ同じこと、もし他の人に批判します、また会話の感覚は汚くなります。Don't find fault with others。皆さんの欠点を見ないでください。欠点のこと言わないでください。もしいますと、それ会話の感覚は汚くなります。それは気づきありますか？我々、そのことをどうぞ皆さん、我々は何か反省した方がいいではないですか？我々はとても普通考えています。気にしない。ですけれども、気にしないといけないんです。同じ耳。耳でも汚いことを聞く。他の人の、ね、欠点の見るのこと、欠点の話を聞きますと、鼻の感覚をも汚くなります。また同じ目。目で汚いものをもし見ます。それ目も汚くなります。それを気をつけないといけない。ね、それに対して、シャンカラチャリはアハラ、食事、
それでラマヌジャとシャンカラチャリアの話あります。ラマヌジャ、ビシシタデイト、限定されたヒーネゲンノン的な哲学者。その方、アハーロについて結構いろいろ助言ありました。とラマーヌジャ、その哲学者の考えで、とても気をつけてください。例えば、何の種類食事、場所がどれぐらい、どなたを料理しました、どなたをあげてます、全部気をつけないといけないです。駆動者のために大事です。わかる？何の種類食事、どなたを作ってます、何の場所に、何のお皿を使ってます、何の場所に食べます、どなたをあげます。ね、一つすごく出来事があります。シャミ・ビベカナンドはアメリカに行くとき、信者と一緒にあるレストランに入った。レストランに入って、そのコック、ね、これ見ても見えますね。どなたを料理してます。レストランに入った。シャミ・ビベカナンドはすぐ出ました。レストランからすぐ出ました。ここに食べてなかった。どうして？シャミ・ビベカンで見ました、そのコックですね、シェフ。性格、そしてシャミはそのことを理解してすぐ出ました。それでタクルの障害、スラム教の障害の中に結構ありますね、そのこと。あるそのスラム、イドトクという人は、もし水のグラスを触りますと、そのポット、水のポットからスラム教を食べることができない。それはラマーヌジョのそれが詳しいことを、ね、説明してます、食事について。シャンカラチャリはもっと深い食事について言いました。で、食事我々はね、食べます。口だけで食べてない。いろいろ感覚でも食べてます。例えば感覚で食べてますの意味なんですが、感覚からいろいろ波動入ってますね。波動、バイブレーション。その種類波動がもし汚い波動だったら、ね、我々の心の健康のために良くない。霊的な健康のために良くない。それがシャンカラチャリの助言でした。ね、でそのことを覚えてください。で、体のレベルで、ね、清潔のことを考えないで、綺麗になることを考えないだけ考えないで、感覚のレベルでも綺麗にならないといけないんです。それがもっと大事です。日本でありますね、三つの猿。ありますね、何？見猿、それから北猿、岩猿と北猿。岩猿、見猿と北猿ですね。それが意味です。でもう一つ像あります。その像も同じ三人のこれ猿、それが面白いです。何ですか？一つ目を閉じてます、もう一つ目で見てます。一つ耳を閉じてます、もう一つ耳で聞いてます。これ話の口半分は閉じてますけど、半分がオープンします。何が意味ですか？そのね、その種類像、三つの猿の像の意味なんですか？わかる？としこさん、としこさん、アニメを教えてください。One God whose one ear is opening。はい。何が意味？半分、半分閉じている。ああ半分見ない。ああ、どうして？
あ、どうして？どうして？どうして？知ってる人、手を挙げてください。リオ以外。あ、じゃあ、OK。本田さん、どうぞ言ってください。本田さん。あ、すみさん、アンムシでさえ何が意味？いいものだけを見る、はい、いいことだけを聞く、いいことだけを言う。そうです。それのためにまた別の像。それが一番いいではないですか？理想的ではないですか？そう、またディスクリミネーション、識別。いいことを聞きます。良くないことを、え？Who is the God or Goddess? So what is the answer? そして我々のやり方はそうです。We listen only the good things and don't listen bad things. We speak only good things. Refrain from speaking bad things. We see only good things. We not see the bad things. So その感じで。で、しますと、感覚のレベルで清潔の実践するはできます。大丈夫ですか？また時間終わりましたから、次のクラスの時、ね、心のレベルで清潔のやり方を話します。The cleanliness of mind. 大丈夫ですか？皆さん。OK?ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ॐ तत्सत्श्री राम कृष्णार्पणमस्तु